皆さんどうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。はなちゃんです。しるこです。えみちゃんです。はなちゃんです。しるこです。ミントスス。ゆうちです。あこたろです。間違えた。落ち着いて。じらいちゃんです。あこたろです。カルテットです。最後にけんちゃんでサンドイッチ。サンドイッチだべー。今日はですね、フェインバカ人狼、これをプレイしていきたいと思います。なんと今まで過去最多8人、今回は、村人イノセント5、内訳がバカ、はい、ドクター、ランダムが3人、そしてインポスターが2、1つがクリーナーといって、夜死亡したプレイヤーの役割を隠せるという。なるほど、はい、そしてランダム、さらに中立のランダムが1人ということで、これでやっていきたいと思います。ビントローの皆さんはもうプレイ済みですよね。です、はい。じゃあもう完璧だ。でもこのね、このニュートラルみんな知らないんで、これはもう自分だけが生き残る系が多いね、うん、まあちょっとこれで試してみますか。 OK、 はい、いきます。はい、きたきたきた。あー、なるほどね。知ってこれ、はい、ルックアウトです。はい、ルックアウトです。ルックアウトです。ルックアウトって夜選んだ人の家に誰が来たかわかる、うんうん、はい。いやー、全員ルックアウトはないもんね。あー、そうか。でもインポスターもランダムだから1人、全員ルックアウト、まあなくはない。だとバカも混ざってっていうこともある。あの、カミングアウトいいですか。はい。もしかしたらちょっとバカかもしれないです。早くない？いや、前やった時に自分は絶対違って信じ続けてバカだったんで、もう先に言っとくって。あー、なるほどね。いや大丈夫、ケンションさんの方がバカだから。俺は生粋のバカ。生粋のバカ。チャキチャキのバカ。笑っていいのよ。でもこれってさ、ドクターとかさ、その守れる人たちはあんまこの段階で言わない方がいいんですかね、このさすがに。そうだね。そうですね、今言うとになるんで、まあ、それも本人の判断で。まあそうだね。これはちょっと今回はあんま言いたくないわ。今回はあんま言いたくない。はい、じゃあ次プレイ。あと守ってほしいって感じ。まあ、地雷さんもそうですね、守ってほしいって感じで。とりあえず今現状言ってるのはカルテット君とシルコさんと翔一が、はい、ルックアウトです。ルックアウト、ね、ルックアウト合わせ。ルックアウト、はい、なるほど。ルックアウト。OK です。ここで2人行くもんな。ここで2人行かれるとな、ちょっと困るよな。こうだな。いや、ちょっと8人は未知だな。怖いな、なんか、うん、分かんないですもんね。これちなみに人狼同士は見えてるんですか？見えてます。そうそう、あ、見えてます。お互いがインポスターだって分かってるんですね。なるほどね。あれ、あれ、あー、ジロイちゃんが、うわー、え、すいません、これ一個いいですか？はい。うわうわ、どうした？ドクター、うわ、実は俺地雷チャンスに行ったんですよね。で、お、ドクターで行ったんですけど、やって守れてないんで、あ、じゃあバカかもしれない。確定バカ可能性ある。いや、バカを偽ったインポスターかもしれない。あー、なるほどね。確かに、そう、可能性ある。そう。なるほど。僕から昨日ケンショウさん家見てたんですけど、翔一さんと地雷ちゃんと花江さんが賢者さん家に来ました。行ってない。いや、行ってない行ってない行ってない。それバカだよ、バカバカだ。これはね、これは結構確率の高いバカだ。これ確率高いバカだよ。俺行ってないよ。俺は行ってない。嘘。え、これちなみに箱太郎を見てあったんだけど誰も来なかったです。これが本当だったら、これがバカじゃなかったら、翔一さんと花江さんは殺してないのかなっていう。いや、でも俺はカルテットくん家に行ったのよ。はい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 、はい、で、インベスティゲーターだから占いました。はいはい、そしたらルックアウト、ルックアウトでした。ルックアウト、どっちにしてもルックアウト、どっちにしろルックアウトでした。でも、まあ、バカもあるっぽいよね。バカなのかな。カルテッチバカっぽいからな。俺今回ちょっとミンベンさんに入れますわ。ちょっと攻めてる、うん、そうだね、うん、ドクター語りと思わせてバカ語りのインポスターと、ちなみに俺はシルコさんの家に行って誰も来なかった。うん、いいんですか、ドクターやっちゃって。いやいや、俺ね、いいよいいよ、うん、俺怪しい、いいよ、匂う、攻めの匂い、攻めのなんか攻めの便乗ドクター。まあ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 、それでいいんだったら入れちゃいますか。入れちゃいました。これなんかぽいな、なんか辛くなりますよ。このまこの言い方っぽいな。あー、さようなら、さようなら、帰れ。
バカは一人乗ってしたようだな。だか。さあ次は誰だ。クリーナーが消えた。あれ箱太郎ちなみに何だったんだろう。僕何もしないで終わりました。はい。中立じゃないのか。かインポスターか。もう一人のインポスター。平井ちゃんは確実にドクターだったから。うん。平井ちゃんがドクターでドクターいないでしょもう。で俺ルックアウトだとしたら、翔一さんなんだっけな。ルックアウトルックアウト。あそうかな。うん。で俺が占いでしょ。は？いやーでもちょっとこれ。え？難しいな。え？はあ。なるほどな。あーなるほどなるほどなるほど。やられてる。うわーガチルックアウトだ。見ちゃう。俺ガチじゃないんかな。僕見ました。ちるこさんをもう一回見たんです。お、はい、そしたらやってました。誰だ今日兄弟で殺し合いやちょっと待って、ちょっと待って翔一、はい、お前バカかもしれない。え俺は箱太郎くん占ったのよ。占った。そしたら、はい、ポリスポリス、うん、はい、ポリスポリス。え、でもインポスターでもポリスになる可能性ある。あーなるほどね。じゃあ箱太郎くんか。箱太郎さん昨日どこ行ったんですか。いや僕カルテットさんのところに行って妨害行為をしてましたけど。妨害行為だからポリスは夜に選択したプレイヤーが外に出れなくするから。でもカルテットくん出れた。僕賢章さんの家見て箱太郎さんが来ました。これ多分バカっすね。あ、バカだ。でも家を出れてるってことは箱太郎くんが嘘ついてるってことだから、ね、これインポスター確定で、はい、で賢章さんが第三勢力か。いやいや、これはバカサバイバーバカサバイバーえ、ランダムでバカ選ばれることもあるんですよね。ランダムで、でも第三勢力はバカにならないから。あー、はいはい、バカサバイバーっていうのはちょっと。そうなの。はい、バカじゃんまあそうですね、シンプルにバカですね。シンプルにバカ。まあ勝てりゃいいんだから。よくも兄弟でやるやつ。よー。またサバイバーだ賢章さん。またサバイバーなのよ。シドデスアピールが逆に王を引いてしまった完全に。いやーあれ鋭かったわ。あーなるほどね。あーなるほどね。はい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 。もう自信満々になんか言うの怖いなこれ。自信満々に言います。はい、ドクターです。守れる人いたら守ってください。他ドクターの方。地雷ちゃんもドクターです。他なんか明かせそうな人いる。あ、それ自分ルックアウト。ルックアウト。はい、僕はトラッパーです。だからしるこさんは私を守ってほしいな。任せておりー。まあでも俺今回はポリス斧なんですよ。おー、はいはいはい、結構重要だと思うんで守ってほしいっちゃ守ってほしい、うん、なるほど、わかりました。カルテットさんは今は言いたくないかも。俺も今は言いたくないかも。なるほど。なんか賢章さん入れられてないですか。じゃあ僕も今入れられてるんだけど。そんな怪しい。この2票が怪しい。怪しい。誰だ今入れたやつ。これが今入れたやつ。誰だ入れたの。じゃあこう賢章さん、これモデレーターを決める投票なんで最初の、うん、そう、リーダーを決める投票です。あーあー、そうなんだ。リーダー投票か。じゃあ賢章さん。じゃあ賢章さんじゃん。じゃあ俺だ。ナイス。ナイス。ほらほらほら、本当だ。本当だ。リーダー星がつきました。本当だ。ところでモデレーターって何？モデレーターまあなんかこの場を仕切りますよみたいな。あ、なるほど。ポリスに任せてください。次は無事朝来るかな。うん、なるほど。うん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 。なるほど。なるほどね。生きてられるか。ああ、これ誰だ？誰が死ぬんだ？二人いるからね。おあれ？誰？あれ？うわあ、やられてる。わからない。あれじゃん。
マーですか。シリアルキラーだ。これさ、シリアルキラーがインポスターを殺してるんじゃない。いや、あの、シルコさん、ありがとう。はい、じゃあ、そうそう、そういうこと、そういうこと。なになになに。俺、翔一さんを守りに行って成功しました。僕は殺されました。なので、ここは証明できたかなって、白。なるほど。あ、ちなみに、うちにも誰か守りに来てくれましたよ。ケンショウさんはちなみにどこ行ったんですか。俺は、はなちゃんの家の前で警棒を持ってます。ピーピー。え、待って。ケンショウさん、ケンショウさん。俺、家出れてます。あ、バカだ。あれちょっと待って、ケンショウさん。いや、それで失敗してんだよ。だ、ケンショウさんバカかインポスターっす。インベスティゲーターだったんですけど、フルにケンショウさん見たらサバイバーとポリスっていうのが出てきてるんですけど、赤いポリスからつった緑です、緑です。あ、バカポリスか第三勢力かで、俺が本当のポリスなのよ。なるほど。で、はいはいはい、箱太郎くんの部屋を家に行ったんだけど、うん、失敗してますね、はい、だから箱太郎くんはわからないんだけど、はい、なんだろうね、一人防いだんだよね、うん、俺がね。で、一、うんうん、人は殺してなくて、うん、多分第三勢力が一人箱太郎をやっちゃってるから、うん、箱太郎はインポスターだった説は確かにあるかもしれない。そうだね。で、もう一人のインポスターは失敗したと、防いだと。じゃあ、地雷ちゃんか。第三勢力は。地雷ちゃん？めちゃくちゃパッション。地雷ちゃんと民兵さんかなり臭いかも。はい、はい、じゃあ、どっちか、うん、どっちか言っといた方が。そうだね、地雷ちゃんはですね、じゃあ地雷ちゃんいきます。あ、でも待って、地雷ちゃんじゃないかな、守りに行きました。地雷ちゃんじゃないな、はい、みんちゃん、みんちゃんいい。そうだね、みんめいさんかも、ごめんごめん、みんめいさんかも、みんめいさんに入れます。どうしたみんな、いわどうしたみんな、俺の今がそんなやつかない絶対。あー、やはりな。はい、あと第三勢力なんじゃない。第三勢力、アブロー。よし、ポリスするぞ。バカポリスがバカポリス、バカポリスが行く。いや、でわかんないっすね。ケンショウさんが第三勢力、確かに可能性は占いでも一応出てるし。えっ、おあれ、あれ、え、はなちゃん、あ、はなちゃん、はなちゃん、はあ、はなちゃんがまた誰かにやられてる。知り合い。じゃあこれはなちゃんだ。これはなちゃんがポリスで、はい、俺はバカポリスです。ただつまり、はい、今から真のポリスになる。なるほど、このなるほど、なるほどね。これは地雷ちゃんかな。昨日地雷ちゃん占ったんですけど、はい、ドクターとゴーストって言われてきて、はい、もしかして翔一さん、これもトラップで、シルコさん今回、え、予想って翔一さんが、ちょっと待って、分かった、トラップだから、ちょっと地雷ちゃん、シルコさん、はいはい、情報をみんなに提供したいです。昨夜ですね、はい、地雷ちゃん、シルコさんのお家に行って心肺蘇生してます。で、うん、つまりですよ、アナちゃんもやられたし、シルコさんもやられました。あの、俺は誰か一人来たんだけど、起こされてないんで、死んでないんですよ、俺。マカ、地雷ちゃん。で、カルテットさん本物っぽいから、じゃあ翔一ちゃん、翔一さんかなって俺思ってる。バカを偽ってる可能性がある。地雷ちゃんがってこと。地雷ちゃんが。もしこれ翔一さんがシリアルキラーでみんなを出し抜いて勝利するっていうのだけは許したくないんで入れます。何それ。かっこいい勝ち方だけはさせたくないんで。地雷ちゃんはドクターって言ってるから、多分バカドクターかなっていう。いや、まあ、バカだったってこと？そう。やだ。シロコさん直したった。かっこいい地雷ちゃんと思ったのに。俺死んでないから。多分翔一さんはずっと俺を守ってるふりしてやってるシリアルキラーだと、うん、そうなんだ。え、もうそこは嘘でもいいからねえ、言ってほしい。バレッチが、ナイス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 、いや、やるやるね、気づけてよかった。くっそー、あと今ここで俺翔一さんのダメになるとこだった。やばい、もう早めの段階で信用したからな、ね、くそー。オッケー、じゃあラストでいきます。はい、はい、なんだ、アイスアイスアイス、はい、僕がドクターです。僕もドクターです。僕もドクターです。じゃあ僕もドクターです。研修医です。何、研修医、なるほど、見習いね。え、5ドクター？5ドクターです今。それはもうさすがにその中にいるでしょう。すいません、僕はドクターではありません。あれ、調子に乗ってドクターと言ってしまいました。ちなみに何なんですか。言えない。言えます、トレーサーです。
人だからまあ選択した人がどういう行動を取ったかどこの家に行ったかは見れる。あ僕を見てほしい、僕を見てほしい。しょういちよ、ジライちゃんは言えない。ジライ、うん、わかんないけどジライちゃん挑発者です。挑発者。夜のうちに選択した人の家が朝になったらもう2票すでに入ってるっていう。はい、あ、1回しか使えませんって。内緒で行きたいかな、はい、うん、なるほど、はい、なるほど。朝僕もちょっと内緒で、うん、はいはい、内緒が多いなみんな。わからんな。でも多分俺は死ねよ。え、2人いるからね。あ、そうか、ドクター、うん、他のドクターは俺を治してね、頼む。そうだよね、ドクター同士でさ、ドクターの輪で。でもバカの可能性もあるからね。4人いれば蘇生し合えるのか。そうだ、一応ね。一応ドキドキ。あっさ、あー、どーれ、シルコさん、シルコさんだ。俺じゃなかったかや。ポリスめー、ポリス、防げなかったか、マジか。え、ちなみに俺は夜は賢章さんに直しに行きました。で、失敗してます。俺ちょっと衝撃の、僕シルコさん言えないって言ったから重要なのかなと思って直しに行ったんですけど、はいはいはい、成功したんで。うん、バカだまたバカかバカだバカ。いやー、俺見た？はい。どうでした？俺の家に来てました。はい。直してました。で、失敗です。うん、臭い感じになっちゃうかもしれないですけど、昨日シルコさん言えないって言ったら僕占って、はい、ポリスかクリーナー、違う、クリーナーじゃないな。プリマ？あ、そうそうそう。へえ。いや、僕、実はポリスで兄さんのところをブロックしてました。成功しました。バカ兄さんの行動を、シルコの行動をブロックしたんです。じゃあポリスできなくしたわけだ。うん、あ、ポリス返した、うん、あれミンちゃんなんだっけ。俺ドクターです。ドクターで賢章さんのとこ行って、あの治療失敗してます。賢章さんなんか誰か来た形跡はあったんですか。 あったあ、ジライちゃんは、ジライちゃんはあの挑発者なんで、あの1回しか使えない能力はちょっとまだ早いかなと思って、はい、なるほど、何もしてないし、うん、誰も来てないです。挑発者確かね1回って書いてあるんだけど2回使えた気がする。え、そうなんだ、うん、でも何もしてないって言ってシルコさんやってる可能性があるってことだ、ね、はい、あー可能性あるね。まあ本当はやりたかったよ、ジライちゃんもできるなら、うん、その気持ちに嘘はないです。ただ挑発者しかなかったです自分には。じゃあ次俺ジライちゃん、あーでももう投票しちゃうか、ジライちゃんでいいの。いや絶対挑発者のインポスターだって。あまりにも行動がなんか少ないもんね、うん、あの中で。確かに確かに。でも納得、うわーやったー、これはまずい。あー、なに、終わったか。これはミスったら、いやでも俺でも死ぬんだろうな、今日コマ死ぬ。いやー俺ジライちゃん死ぬって思ってたんだよな。カルテットくん占い、占いか。でもちょっとなんかチルコさんを占ったって後から言ってるのちょっとやっぱ、いやそうなんですよね、ちょっとね臭くなっちゃうから言わない方がいいかなと思ったけど、でも役職なんですかって聞かれると思ったんで。ああ、そうだよね、まあそれは確かに。あれやられてる、やられてる。お、なんだ、あれこれはもしかしてネズミ？はい。でもこれも占いですよね。俺じゃあバカだ。あ、翔一バカドクター。俺バカドクターだ。ミトさん直しに行って失敗してるから。え、カルテット君、はいはい、今のさあれだよ、ネズミでしょ？はい。はい、これ占いですよね。占い。あ、もう一個占いあるのよ。そうなんですね。ネズミだとどうなる？ネズミだと確定で占える、はい、誰を占いました？え、花江さんですよ。俺は何だった？ゴーストです。あ、これみんなに見えてないんだ。俺ゴースト。はい。じゃあそれインポスターのネズミ。インポスターネズミじゃない？いやでも違うな、嘘のことを言うメリットがないから。かもしくはバカネズミ。1個しか出てないです。いや、そのネズミで選んだ
人はもう確定で分かるのよ、はい、あ、じゃあゴーストです。でもバカだった場合は適当なのが出るから、じゃあバカかもしれないです。いや、わかんないわかんない。あれ、ハクタロ君なんだっけ、ポリス。僕ポリスで今回ミントスさんを妨害しに行ったんですけど、あ、はいはい、なんか死んでるんですよね。なんか僕妨害した人2人とも死んでるんですよね。なんか死神みたいだよね。小一は、小一は何なの。もう俺バカドクターで確定です。いや、バカドクターを装ったインポスターじゃないの。でも、あ、でもそしたら俺さ、一旦目はなちゃんの家に行ってるじゃん。まあ行ってるね。殺せたじゃん、だって。だからバカドクターではなくて、ドクターも本当にドクター持ちで、ドクターできたじゃん。いや、ドクター持ちのインポスターないよ。あ、ないんだ。じゃあバカドクターか。いや、でも バカよそってる人がちょっと怪しいですよ、今回は。2人いますけど、今。確かに。あ、僕つらい。うわー、インポスター2人ですよね、多分これ。さよならー。やべえ。終わんない終わんないってことは1人ってことですか。インポスター1人。え、おかしくない。同数で終わんないだったら今、終わんない、ね、インポスター1人か。え、おかしくない、なんか、でも。まあこれやって終わりでしょ、多分。中立、もしかして中立がいて、うん、っていうことじゃない。え、ゴースト合ってたのかな。あ、え、あ、ゴーストってこと。え、もう俺バカだからもうわかんねえや。えあ、バカだったな。あー、悔しい。やられましたわ。カルデッチがさ、最初研修医でドクター名乗って、途中でインディベスティゲーター名乗って、で最後にネズミやってるっていう、途中でめちゃくちゃ役職変わってんの。確かに、確かに。誰も知らないっていう。最初はノリで研修医で行ったんですけど、あの占って2個行った後にネズミで1個ってなった時に、そう、やべえと俺めちゃめちゃ笑ってた。やばいやばいやばい。ごめん、研修さん。気づかなかった。これが、ずっとバカをやってきたものの。自然なバカだった。自然なバカ。自然なバカ出てたもんね。バカを舐めるな。バカを舐めるな。出せ。バカじゃなかったです。バカじゃなかった。バカ僕でした。俺はバカだった。